こんにちは、Fスタの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、ノックですね、見てまいりました。またね、前半ネタバレなし、後半ネタバレありでやっていきたいなと思います。はい、今回ですね、M. ナイトシャマランのね、最新作でございますと。まあ結構好き嫌い分かれるんですけど、シックスセンスとかね、サインとか、ビジットとか、ビレッジ、まあほんといろいろありますね。はい。超常現象かな。まあそういうものを扱った、作品が多いですね。まあ前にね、歌丸さんが言ってたと思うんですけど、雑誌のムーを、真面目な顔して読んでるのがシャマランっていうね、なんか言い得て妙な、例えを言っててね、確かにその通りだなと思いますね。はい。今回ね、山小屋にいるね、同性愛者のカップルと娘の元にですね、めちゃめちゃでかい大男、デイブ・バウティスタ、4人ぐらいの人が来て、誰が犠牲になるか選べっつってね、やるんですけど、一見ワンシチュエーションものっぽいんですね。基本的に山の中で話が展開していくっていう感じで、ニュースの映像があったりね、回想シーンとかもね、今回入ってきたりして、そういうところでね、結構、ワンシチュエーションものだけどワンシチュエーションじゃないみたいな絶妙なバランスになってたかなと思います。ビジット以降の、まあ、スプリット、ミスターガラス、あとは何でしたっけ、オールドか、はい、あの辺とかバジェットでかい感じがあったと思うんですけど、結構しっかりとしたサスペンスと超常現象ですね、そこをミックスしてなんか結構永久なね作品になってたんですけど、今回はねある種原点回帰的、結構低予算で作られたようなね感じがあったりして、そこもなんか懐かしい感じがあってね、いや面白いですね。いやなんかハプニングとかに近いかな、テイスト的にはね。山小屋でね、家族の一人を犠牲にして人類を救うっていうね、誰かを犠牲にしないと人類が滅亡してしまうっていう、話なんですけども、そこのね、なんか世界系っぽいね、一見小さく見える目の前のね、愛情みたいなものが、この人類全体に影響してくるみたいなね、この規模感の差ですね。こういうのがね、結構面白い部分もあったりして、あとは話の構成というか、まあ、ミスリード具合ですね。これがね、非常にうまい。見てる間ね、最後まで何が本当なのか、っていうのが結構あやふやで、どういう結末になるのかっていうのがね、全く予想ができない、脚本というか話の流れになってたなと思いますね。今回キャストですね、デイブ・バウティスタですね。いやーすごい、悲しいマッチョ代表って感じですね。本当に元レスラーとはね思えない、入れ墨がねめちゃめちゃもう全身入ってるような感じなのに、なんか全体の漂ってる雰囲気はね、寂しいっていうか悲しいね雰囲気が漂ってて、あーこの人は本当に俳優になったんだなっていうのをねめちゃめちゃ思いますね。なんかこの前ちょうどね WWE に出てた頃のデイブ・バウティスタの映像をね会社でチロッと見てたんですけど、やっぱね全然別人だなと思います。はい、こんなに演技ができるね人になるとは本当に思わなかったですね。まあ昔のシャマラン好きな方ですねとかは結構うわ懐かしいなって感じがして乗れる作品だったんじゃないかなと思います。で最近シャマランにハマった人も、でも昔のねシャマランの作品より上手くなってるのは上手くなってる部分が結構あったと思うんで、見やすい作品ではあると思いますね。ノック見た方はね、ぜひコメントの方で感想をもらえたらなと思います。で見てない人はね、まあ、好きなシャマラン映画のことでも書いてってください。でここからはねネタバレありで話していきたいなと思います。まずねタイトルですね。タイトルがもう古臭くて、ここでかっこよかったですね。かなり本当の色と形ですね。はい、これがめちゃめちゃかっこよかったのと、あとはその出方とあのバックで映ってる映像ですね。ここも今思うと、訪問してきた予知夢を見た人たちのビジョンを、あそこにね書いてたんだなと今思うと思いますね。娘のウェンが、ここでバッタを撮ってるんですけど、そうするとね、デイブ・バウティスタ、レーナードですね、話しかけてきますね。はい、ここからね、ここの二人の会話のところがもうずっと真正面ですよ。真正面で捉えた、めちゃめちゃ寄りの顔の絵でずっとこう連鎖していくっていうね、ここのねめちゃめちゃ妙なんですよね。はい、もうこんぐらいですよ、顔のもう顔切れちゃってるぐらい近い絵で、しかもどんどんダッチアングルっていうか斜めになっていくんですよね。これがねもうどんどん大丈夫かなみたいな不安感をねどんどん煽ってくるような、カメラワークですね。まあアングルの構図ですね。ここはすごくもういきなり良かったなと思います。でまああの山小屋ですね。はい、もう戻ってきてもうすぐ押し入ってきますね。かなりね展開が早い。まあいろいろすっ飛ばしていきなり入ってくると
という感じですね。で、主人公たちへの感情移入は後々ね、回想してうまいことを入れていくという感じの構成になってましたね。ここの構成の仕方かなりうまかったなと思います。なんならね、結構スラダンに似てんじゃないかなと思います。この構成の仕方教えてくると結構ね、礼儀正しいんですよね。レーナード、看護師の人とかね、コックの人とか結構ね、みんなその礼儀正しくて、本当はこんなことやりたくないのみたいな言うんですよね。で、言葉遣いもそんな攻撃的じゃないっていうね、いや攻撃するつもりはないからみたいな、でも攻撃してくるっていうか、なんか決断を迫ってくるんですよね。まあ一見いい人なんだろうけど、もう絶対話通じないなって感じがね、めちゃめちゃ出てて、妙な感じがあって、怖いね、人物像になってたなと思いますね、ちゃんと。で、なんか殺す儀式ですね。あれもなんか怖いしね、災いが解き放たれたみたいなことを言いますけど、ショッキングな展開でしたね。はい、で、この辺からね、結構ね、みんな予知夢を見て、この山小屋に集まってきたってのが分かってくるんですけど、そう、ここまではね、結構、何みたいな感じで引っ張っていくんですけど、結構この辺からあ、シャマランだなーって感じがね、かなりしてきますね。この超常現象、わーシャマラン見てるわーって感じがして、この気持ちよかったですね、ある種で。この辺あたりからね、回想シーンがちょろちょろ入ってくるんですけど、主人公2人のね、カップル、同性愛者のカップルの、回想シーンですね、これが入ってくるんですけど、このね、結構ハードなね、本当に虐げられてきたというか、差別を受けてきたね、人である、でも真っ当に生きてきた2人っていうね、ここが描かれることによってかなりね、感情移入がしやすいというね、ところですね。で、同性愛者の2人っていうのが、結構いろいろね、話の展開的にも、必要な要素になってきてて、ただのポリコレみたいな感じには全然見えないっていうね、ちゃんと設定としてうまく機能してたんで、すごい受け入れやすかったというか、で、感情移入もすごくしやすいキャラクターになってて良かったなと思います。3人の中のね、誰かを犠牲にしないと人類が滅んでしまうと、犠牲にならなかったら3人だけが生き残ってもう何もないこの地球を歩くことになるぞみたいな言われるんですけど、3人だ、同性愛者だから子孫を残せないわけですね。はい、っていうところで、この本当に人類が終わってしまう、滅亡してしまうっていうのがかなり、見えやすい設定だったなと思いますね。とあとラストの展開にも、この同性愛者っていうのがかなり重要なね、なんだ、設定として生きてくるっていうね、ところがあって、これは本当にうまいなと思いました。はい、うまいし、ちゃんと現代的になってるっていうね、ここ絶妙だったなと思います。シャマランの映画ね、毎回監督本人がどっかに出てくるんですけど、今回はね、特に話に関係なかったっすね。はい、めちゃめちゃ関係ない、超どうでもいいところで出てきましたね。通販のね、なんだあれ、包丁のテレフォンショッピングかなんかのね、映像に出てましたね。ほんとどうでもいいところで出てきたなという感じでした。なんかいつもはね、結構重要なところで出てくると思うんですけど、ハプニングとかもね、隣人かな、なんかトラックに乗ってる隣人みたいなので出てきたりとか、あれスプリットなんだったっけな、あんま覚えてないな。まあ毎回出てきますよというのね、ヒッチコックオマージュというか、ヒッチコックリスペクトの、監督本人毎回出てくるみたいな、ところが、今回もありましたと。最初のね、犠牲になるっていうか、この儀式で死んでしまうね、レイモンドですね。このレイモンドが昔バーで会ってたんじゃないかみたいな話が出てくるんですけど、で、それでね、回想シーンも出てくるんですよね、その後。その回想シーンの、まあ、作り方がすごくうまい。最後までデイブ・バウティスタ率いる人たちですね、本当にこの人たちの言ってることが正しいのかっていうのが、ちゃんと本当にどっちとも取れるように、結構曖昧に入れ込まれてたと思うんですよね。弁護士の、旦那さんの方が、いやこれは事前に作ってあって、この録画の映像だろみたいな、っていうのを言ったりしてて、あ、確かにそうとも見える、でもなんかデイブ・バーティスタ、レナードの言ってることも確かにそうとも思えるっていうね、いやどっちなんだっていうのがずっと見えてるんですけど、で、ここでね、回想シーンが入って、旦那さんがね、殴られちゃって、あ、で、結局これ殴ったのレイモンドなんだ、どうなんだろうっていうのが確かにそうにも見えるっていうね、帽子かぶっててしっかり顔見えないんだけど、いや似てるっちゃ似てるけど違うっちゃ違うっていうね、この絶妙なところをついてたなと思います。めちゃめちゃうまかったですね、あそこで。脱出からのね、アクションですね、ここがね、かなりスリリング。まあこの映画で唯一あるアクションシーンと言っても過言ではないんですけど、足縛られながらこう近寄るなみたいなやつたり、脇腹を
チクッチクッつってね、ちょっとずつ地味に刺されながら銃を取るっていうね、あそこめちゃめちゃ痛そうで嫌でしたね。はい、やっぱ緊張感のね持っていき方っていうのが、かなりうまいですね、相変わらずと思いましたね。でまあなんでしょう、まあ、飛行機も落ちてきてね、でデイブ・バウティスタも自殺しちゃってっていう感じでね、最後もいよいよもう選択するしかないんじゃないかっていうところで、アンドリューが、やっぱここはね自分が犠牲になるしかないんじゃないかっていうね感じになってきますね。エリックですね、はい、この二人がこう説得していくみたいな、エリックが理想でアンドリューが現実としてね、この理想と現実がこうせめぎ合ってるメタファーというか、そういうように見えたんですよね。僕はアンドリューは同性愛者として、この生きてきた中で、まあ、いろんな人からね虐げられてきたと、いろんな差別を受けてきたっていうね、でそういうところを言って、もうこの世は俺たちだけでいい、他の人類はいらないっていう、めちゃめちゃ世界系なことを言うっていうね。でエリックがね、自己犠牲の精神と、このなんだろう、娘ですね、ウェンに出会えたっていうことでこの世界はものすごく尊いんじゃないかっていうねことを言って、で自ら犠牲になっていくと。だからこのねラストを見ると、この選択をさせるにはやっぱ同性愛っていう設定めちゃめちゃハマってるなと思いました。まあ、それでも世界は美しいというね、めちゃめちゃポジティブなメッセージで最後終わる作品だったなと思いますね。結構ね、そのシャマランにしては結構ポジティブな気持ちで帰れた作品かなと思いましたね。はい、やっぱね結構設定の人なんですけど、シャマランは毎回ね設定とかどんでん返しとかね、そういう展開のね、なんか無理のなさっていうか、その段取りのうまさみたいなものがどんどんできてきてるなと思いますね。なんか昔ほど突拍子なさがなくなってきてるというか、うん、無理がなくなってきてる感じがありますね。はい、まあそんな感じで、今回は終わろうかなと思います。はい、で、まあ、次回はですね、エアーですね、これをやっていきたいなと思います。よければコメント、高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまたお願いします。